ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。緊急と言いますか情報が入りましたのでラジオ配信で失礼いたします。スカイハイの出演情報なんですが、来年2023年の1月21日と1月22日においてサンリオピューロランドにおいてですね、キティちゃんとかシナモンとかね、グデタマとかクロミちゃんとかでおなじみですね、クロミちゃんを代表で出すっていうのは自分の性格がわかるなって自分で思ったが、シナモンロールは大好きです。で、サンリオバーチャルフェスティバル2023 in サンリオピューロランドというものがありまして、音楽フェスでございます。で、世界最大級の新感覚バーチャル音楽フェスという形ですが、1月22日にスカイハイ出演決定という形です。サンリオ V フェススカイハイという感じで、BMSG のオフィシャルの方から情報がありました。で、こちらなんですけれども、すごいことになりましたね。どなたかがスカイハイをそのミッキーマウス感があるっていう風に言ってたんですけども、テーマパーク感 BMSG には確かにあるというか、BMSG フェスなんかは本当に、富士急ハイランドで行ったっていうのもありますが、本当に、なんでしょうね、スペシャルイベント的なあれですよね。そういうテーマパークのね、っていう感じだったと思うわけですけど、こちらがですね、どうやら1月13日から22日までで、結構長い間行ってるようなんですが、と言いますか、今ちょうどサンリオのですね、ホームページを見ておりますが、ただ、いわゆる1月21日と、1月22日にアーティストパフォーマンスがありまして、で、パレードが1月13日から22日まであるようなので、スカイハイが出演をする、そう、スカイハイが出演をするのは1月22日日曜日になります。はい。で、こちらがですね、つまりバーチャルフェスティバルなので、バーチャル空間で行うという形になりますね。というわけですので、ちょっと今ね、サンリオのホームページを見ながらやっているわけですけれども、私もバーチャルフェスティバルに参加したことはないんですが、そもそもこれは何なのかと言いますと、現地にサンリオピューロランドに行くわけではなくて、いわゆる PC とかスマートフォンとかで配信で楽しむっていう感じです。で、アーティストがですね、いわゆるその生身のアーティストもいますが、私は VTuber とか好きなんですが、要するにYouTube とかでアニメ画像で動いたりしている子たちがおりまして、そこでですね、稲葉はねるっていう VTuber がサンリオ大好きな人で、コラボなんかもプリンくんとポムポムプリンくんとやってるんでね、キャリーパムパムさんとポムポムプリンくんはゆっくり言わないとちゃんと言えないっていう、はい、それはいいんですけども、で、そういう感じの VTuber も出るわけですので、当然バーチャル空間でっていう形になりますね。なので、チケットを買って、それで家とかでスマホとかパソコンで見るっていう形になるはずです。で、チケットがですね、VR で楽しむ場合と、いわゆるその PC で楽しむ場合っていうのがあるわけで、それぞれいろいろとありますけれども、早割チケットと先行販売チケットと一般チケットがありまして、で、2days のみの早割チケット、先行販売も 2days と 1day もある、一般チケットは 1day という形で、で、これに関してはバーチャルなので多分ですけど買えないということはないはずですけれども、配信チケットを買う場合はこの SPWN チケットってやつで良いのかな。サンリオが大好きで他のサンリオのコンテンツも楽しみたいっていう方は多分他のチケットがあると思うんですが、 SPWN というね、読み方正しいか分かりません。これが4500円で 2days なので21日と22日両方に出るアーティストを見ることができるようですっていう形ですね。ですね、21日が、女性アーティストが4名、鈴木愛理さん、七尾あかりさん、メインさん、超ときめき宣伝部さん、鈴木愛理さんは知ってますね、メインさんも知ってます。はい。で、デイ2、22日がこちらがですね、男性アーティスト、スチャダラパー、やばい T シャツ屋さん、スカイハイ、ピーナッツくんですね。はい。ピーナッツくんも出る。ピーナッツくんはですね、ポップヨアーズでスカイハイと共演を果たしておりまして、バーチャル空間なので直接話をすることがあるかは分かりませんが、個人的にはスカイハイとコラボをしてほしいアーティストでございます。で、スチャダラパーはね、大体の方はみんなご存知なんじゃないのかなって思いますが、
あの今夜はブギーバックとかでおなじみですね。はい、という形なので、まあ、とりあえずね、詳しくはね、いろいろとまだ調べていくべきかなと思いますが、あのとりあえず4500円のスポーンじゃないよな、 SPWN と書いてある、読み方わかる人は教えていただけると助かるんですが、まあこちらの、チケット4500円のチケットで B2、B3 フロアのアーティストライブをお手持ちの PC、スマホからライブビューイングでご覧いただけますっていう形のようです。アーカイブが残るかどうかちょっと分かりませんが、とりあえずあのこのチケットを買えばあの見れるということで、あ、期間中のアーカイブ配信は見放題ですって書いてあるので、あ、アーカイブあります。1月21日から28日デイ1、デイ2が1月22日から29日、なのでスカイハイが出る22日の方は29日まで、1月29日まで見ることができますねっていう形になります。はい、取り急ぎになりましたので、いろいろ調べながらになりましたが、ひとまずスカイハイがサンリオのフェスに出ます。バーチャルフェスでございますということでね、まああのソニックのね、あのオマージュしたソングも作ったりしましたので、まあ、スカイハイはそういう二次元コンテンツやアニメコンテンツ、バーチャルコンテンツともおそらくは非常に相性がいいんじゃないかなって思いますんで、そんな感じであのまた新しいファンができればいいなと思いますし、ね、これはあのフライヤーズはぜひ行ってほしいし、フライヤーズでなくてもベスティの方やダストミンの方もちょっと面白いんでね、ちょっと見てみるといいんじゃないかなって思います。個人的にはピーナッツくんがね、皆さんに見つかることを楽しみにしております。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空へ帰るまで駆ける日の魂抱き